江頭2時50分はプロフェッショナルなどの密着系の番組には出ないと語った。自身の YouTube の企画でエガちゃんはオファーを受けたら受けるのかを検証したが、出演を断りこう語った。俺そんなカッコつけたくないんだよ。俺プロフェッショナルじゃないもん。 YouTube メンバーが江頭さんを密着したらカッコよくなるんですかと聞くと、江頭はこう答えた。俺を追っかけたらカッコよくなっちゃう。なっちゃうよね。だって真剣にやってんだから。被災地に自らトラックで食料などを運んだ話とかもしたくない。それをかっこいいって思わせるような番組だと語り、完全にぶった切った。エガちゃんを佐賀県のアンバサダーにしようと名前が上がり、選ばれそうになったこともあるが、エガシラは語った。お笑いの人間に権威をつけたら笑えなくなる。俺は一番下の下の下の下だから、一番下の人間まで笑わすことができるんだ。